ネロ、申し送りがある。ついてこい。ユネ様、連れてきました。ご苦労、下がっていいよ。やあ、こんにちは。拘置所生活はどう？快適かな？今のは冗談だ。相手が私だからといって萎縮しなくていい。オベッカも不要だよ。イネスもね。自分もですか？それは難しいです。ユネ様はこの国で最も尊きお方、話すこと自体恐れ多く。ああ、そう。難しいというのなら強制はしないけど、その態度は息苦しいな。そうでしょうか。ユネ様を怒らせてしまった。改めなくては。怒ってないから。はあ、まあイネスのことはいいや。とにかく元気そうでよかったよ。暗殺計画とか物騒なことも起こらなかったみたいだからね。そう、なんというか、私が思っていたより新会員は平和じゃなかったみたいでね。自分のパートナーが生前追っていたのは人身取引の情報だったらしい。下界にいる者の依頼を受け、上界から適切な人間を探し、適当に罪をなすりつけ罪人に仕立てていたようだ。グリッサードさんとのことだ。ああ、自分も聞かされた時は驚いた。だが事実らしい。新会員で治療していた身を今朝方拘束したとのことだ。どうやらそのようだよ。そしてその人身取引の中心人物はウォーナー・エヴァンス。お前の家族を殺したフィッツジェラルドの父親で有力な政治家だ。ウォーナーは最も私に近しい貴族でね、よく気をかけてくれていると思っていたけど、まさか黒幕とは。全く気づかなかったよ。本件は政治に無関心だった私にも責任があるだろうね。すまない。そうですよ。ユネ様が頭を下げるなど。真面目な子が慌てふためく姿は面白いね。自分は警察官に復帰せずハウンズに戻ろうと思う。今のハウンズはリーダーも副リーダーもいない大変な状況だからね。彼には戻ってもらうことになった。もちろん彼の意思でだけど。ああ、未熟なものの
自分は最もハウンズに詳しい。リーダーとなり環境を整えるつもりだ。だといいのだが、正直一人では不安なんだ。そこでよければなんだが、君もついてきてくれないだろうか。ああそうだ、自分一人では視野が狭くなり、ザクセンのように身勝手な行動をしてしまうかもしれない。故に信頼できる人間についていてほしいのだ。よかった。いささか勇気が言った。剣を握る時よりも緊張していたかもしれない。確かに今のは愛の告白みたいだったね。あっ、ユネ様。何その反応、もしかして私のことを忘れてた？ひどいね、切ないね。すみません、とんだ無礼を。ああ、成人に対してなんということを。いいよいいよ、まったく本当お前は堅物だね。若いのにどこか老けてて面白い。私は上界の政治の立て直しで手一杯だから、なかなかそちらへ注力することは難しいだろうけど、泣き言なら聞いてあげられるから、何かあったら連絡をよこしてよ。それじゃあ二人とも保護地区のこと、民のことをよろしくね。ん？何？ザクスもいいのか？ザクスが聞いたら甘いと言うだろうな。いいよ、祈ってあげる。それからお前たちの未来も祝福しよう。若き二人に幸あらんことを。どうしよう、ユネ様を深く傷つけてしまった。大事な告白だったとはいえ、あの場所、あの距離でユネ様を無視するとは、なんたる深く。不敬罪だ。いや、大不敬罪だ。どうした？敵襲か？そうか。そうだな。準備をせねば。では。
そうだ。今一度君に確認したいことがある。君はハウンズへ、保護地区へ行くことを了承してくれたが、本心だろうか？ま、それはそうだが、君が望むなら上界へ戻る便を用意させるつもりだ。とにかく自分は悩んでいる。君を強引に連れてきてしまったのではないかと。君は自分よりもずっと若く礼儀正しい。年上である自分を尊重するあまり発言を控えているのではないかと。どうとはどういう意味だ？変なこと。まあ、わかった。何をする気かわからないが、真剣なことであることは察した。聞かせてくれ、君の話を。なんと言えばいいか。その、君は若く生命力にあふれ努力家で、とても魅力的な女性だ。だがしかし、自分のような武骨者がどうして好かれるか全くわからない。自分のどこがいいんだ？そうか。ああ、うん。ダメも何も、その、参ったな。こういう経験は初めてで、どうすればいいか。とにかく、そうだな。返事をと言っていたか。自分も、おそらく君と。なあ。そうだ。正直、好きという感情がよくわからん。ずっと無縁だったからな。しかし、君を特別だと思っている自分がいるのは確かだ。共にいれば楽しく、安らぎ。これがおそらく、自分たちが罪だと教えられ続けた、恋という感情なのだろう。つまり自分は、君のことが好きだ。
気持ちを伝えただけなのに礼を言われるとはな。自分は君が好きで、君は自分が好き、いわゆる相思相愛だ。その事実だけで満足か？他に何も望まないのか？その点ではまだまだ子供なのだな。この程度で音を上げるとは、案外軟弱なのだな。なんだろうな、わからん。だが、求愛行動に似たようなものだと教わった。閉じるから苦しいのだろう。口を開けて呼吸をすればいい。それでいい。いい子だ。この程度で疲れてどうする。そうか、自分のことをまた父と呼ぶとは、君は不正を求めているのか。ああ、君は自分に父親の代わりになってほしいのか。ああ、こちらこそ。安心しろ。君が知らないことは全部、自分を好きになってくれたこと、深く感謝する。剣は国に捧ぐが、愛と呼ばれる感情は君だけのものだ。ああ、副リーダー。バカ、今日からリーダーなんだって。全員で出迎えてくれるとはありがたい。そして好都合だ。皆の者、聞いてほしい。自分がいない間、よくハウンズの活動維持に尽くしてくれた。礼を言う。通達が言っているようだが、改めて宣言する。自分はイネス・ハインリヒ・ハイネ。今日からハウンズのリーダーを務めさせてもらう。先代のザクセン・ブランデンブルクは、運営に関して才能はあったが、人望を得ることができなかった。その負の影響を受け、我々も人としての感情を失い、罪人たちに辛く当たってきた。それは人道に反する行為だ。罪を背負う者たちと
慣れ合いとは言わない。だが相手も人であり、生きていることを正しく認識し理解してほしい。立場は違えど同じ場所に住む同郷のものだ。ここの環境は依然厳しい。互いに支え合って生きねばならない。我々の仕事は可逆ではなく、治安維持と最低限の生活保障だ。夢忘れぬよう。いいな。よろしい。次に新しいメンバーを紹介する。見覚えのあるものは多いだろうが、自分の補佐として彼女にハウンズを支えてもらう。名前は、本当か。そんなことあっていいのだろうか。今のは幻聴では。いや、確認しなければ。おい、どうせ。俺、嬉しくてずっとお会いしたかったんです。本当。おい、あいつ。あ、いや、普段はもっとおっかないだろう。変なもんでも食ったんじゃないか。あ、はい、本物だ。幻ではないんだ。あ、頭は下げないでください。あなたを探しきれなかった俺も俺ですし、どっちもどっちというか、本当お気になさらず。あの、立場は変わってしまいましたが、ま、はい、喜んで。ああ、そうだ、わ、これ、ずっとあなたに渡したかったんです。ん？それは、彼女のペンダントだな。え？ハイネさん、いや、リーダーはご存知なのですか？なあ、話せば長くなるかな。はい、その、仲間が持っていたものを譲ってもらったんです。それで、いつか渡すために持っていました。どういたしまして。そういえば、君たちは警察官時代はパートナーだったな。俺もかつてのパートナーとは、君たちのように仲が良かった。いや、違うな。君たちの信頼関係の方が、ずっと輝いて見える。焼いてしまうくらいにな。自慢だなんてそんな、買いかぶりすぎです。はい、頑張りまし、したかんだ。何をしている。
ただいま。殿、よくできました。自分としては呼び捨てでも構わないのだがな。君に呼ばれると違和感しかないな。今日は午後から休みだ。食事の後市場へ行こう。食料を買って自分が夕食を作る。オムレツか。ならば腹いっぱい食べないとな。愛情は食べても食べても食べ足りない。君限定だ。限定なのは自分のようなものがこんな風に誰かを愛したり愛されたりすることはないだろうと勝手に決めつけていた。だが違ったな。気づかなかっただけで自分を見てくれているものがいた。殿はいらないと言ったばかりだろう。そうか、挑発だったか。では受けて立たねばな。だがまずはオムレツをいただこう。腹が減っては戦はできぬと言うからな。Cut off.